ちゃんご飯だよ。はい、どうぞ。はい、どうぞ。いい子だね、かおりん。よしよし。お、おしっこ。ピュッ。かおちゃん、かおちゃん、行こう行こう。かおりん、ね、かおりん、かおりん。7月15日、マオイママお誕生日おめでとうということで、Kさんからプレゼントが届いております。こんなのが。でかい顔です。かわいいです。この辺のね、こういう小さい、こう可愛くしているところとか、結構、うちでは、評判になってますよ。これは多分黒板、これなんだろう、まだ、ね、開けてみてないの、うん、中身をまだ開けてみてません。はい、これがこれはマスキングテープ、可愛いマスキングテープで、はいはいはい、これ熱いやつだから、なんかあの壁とかにいろいろできるやつ、うん、あとね、にゃんこちゃんのマスキングテープ可愛いってやつ、ほら、うん、これもね、ほら、にゃんこちゃんとかいるの。あ、まあ、いろいろ考えてセットを作っていただきました。ありがとうございます。ほら、しおくんみたいなにゃんこちゃん。本当だ。かわいい。うん、クジラの絵だ。多分これは黒犬用の。うん、クジラとカメさん。かわいい。生まれ変わるなら、クジラか恐竜と思ってます。これもニャンクの中から、かわいいニャンクの、うん、リボンもついてる、ね、うん、かわいい、ジャン君とポンちゃんみたいなね。そして実は買おうか悩んでいたUV のね、そうそう、はい、自転車乗るとき用にちょうどいいやついただいちゃいました。なんで欲しいものが分かったのというやつですね。そうだよね、うん、本当だよね、かわいい。さあ、そして、今し方ですね。あ、まだもう一つあった。これはギターのやつだったと思うの。さっきちょっとだけ見ちゃったやつ、はい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 、ちょっと見ちゃったんだ。はい、ありがとうございます。マーチンです。すごい。またこれでいい音がしますね。うん、それと、ちょっと待ってね、うん、ちょっと炎天下の中をですね、自慢の自転車に乗ってシオン号に乗って、ケーキを買ってきました。あ、大丈夫だった。はい、このような感じのケーキです。一応ですね、お誕生日っぽいのを選んできました。これを、用意して食べながら、今日はこれから生放送を30分だけやろうと思っています。はい、お誕生日おめでとう。ありがとう。自慢の自転車で、買ってきたケーキです。マオイママさんと、ネットで調べてですね、生クリームのケーキが美味しいという評判のお店を見つけて、2人で行って誰がいいかねって言って買ってきたのがあまり生クリームを使ってないやつでした。帰ってきて、あ、そうだったねっていう話になりました。こんな家族ですが、誕生日おめでとう。そしてですね、お名前をイニシャルにしておきます。Kさん、郵送でですね、お誕生日プレゼントをいただきました。ありがとうございます。黒犬の分も入ってましたですね。嬉しかったです。ありがとうございます。ということで、15日に届いてすごかった。ああ、そうだね。うん、今日は特に読み上げはいいかなと思っています。というのも、これから大事なケーキを食べる儀式がありますので、食べながらもごもご言っていてもですね、なんですので、後でですね、皆さんにお礼がてらお名前と、お礼を読み上げますので、
これからパーティースタートー。さあ、クオーチャー、クククククーところから始まる。あ、アンディちゃん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 。黒犬はですね、子供味覚ですので、このチョコのケーキが大好きです。そうだね、暑かったもんね。これを溶かさないためにですね、保冷剤というか、アルミが内側に貼ってある、何バッグっていうのはね、なんとかバッグみたいですね。なんだっけ、さっきまで言ってたのに忘れちゃった。なんだっけ、お、持って行ってですね、厳重に入れて帰ってきましたが、もうこんなしなしなふにゃふにゃになっちゃいました。これはケーキ、なんだっけ、お誕生日っぽいのを買おうって言って、これをなぜか3つも買ってしまいました。ね、インスタ映えならぬ YouTube 映えするやつ。あ、もうダメだ。あ、ダメだ。それを見せてていいのでしょうか。うん、ちょっとで、これはイチゴが取れないんだね。ぐしゃぐしゃだよ。こっち先くちゃ。うまい。おいしいの？うん、ここんちおいしいわ。こう、じゃ今度買いに行こうね。うん、ちょっと動物病院に近い、うちからはちょっとだけ離れてるところ。うん。じゃあ、はい、こっちも食べてみます。もう今まで大好きなモンブランです。そうなの、生クリームにしようと思っていたのにモンブランを買ってしまいました。あ、中にでも生クリーム。はい、ご覧の皆さんはケーキを用意していないかと思うので、ちょっとこちらだけでごめんなさいね。味の伝えるような技術もありませんので、うまいしか言えませんが、なんか和栗のモンブランっていうやつで、うん、そんなにすっごく甘くなくて、お、いいです。いただき、これも食べな。ここが栗が入ってるのね。うん、あ、これ大人だね。うん、このお店はいいね。なんていう店だったかな。ね、あ、こう見ればわかる。そうだったね。パティスリーサブレ。あれ、なんかここに書いてるね。うん、それがどっか行っちゃったんだな。書いたらどっかに行くのももう宿命だからね。はい、まあそんなようなとこです。シナマツサブレ、あれ、うん、これ違った。はい、ということで、ケーキばっかり写していても仕方がないので、あれ、どこ行った皆さんは。いや、ここはね、見たくないところで、キッチンはそこに行っちゃった。おやま。あ、戻ってきた。あ、ちゃん、あ、トイレです。あ、ちゃん上にいるよ。よし、じゃあ、あと、母ちゃんは下にいるよ。どこの下かな。ケーキの下だよ。
母ちゃんですね、どうぞ。はい、こだね、かおりん、こだね、おしっぽさっさ。かおりん、ちょっと手でなでなでができるようになってきたから、ほうほう、明日はお昼間に外に出てみますか。ちょっと興味が出てきたようですね。そうだね、夜中もちょっとだけね、うん、出ようとした。出ようとまではしなきゃ、でも結構興味津々で、うん、ちょっとんって乗り出しそうに。ここまでは来ないんだけど、そこでね、もう少し頑張って手で撫でられるようにしとかないとね。そうだね。はい、歯茎犬。それ、歯茎犬。